ちょっと待ってから、オッケー、カウンターパンチ、ドゥルー、SNS でもココナスです。ということで、バウンチャラして楽しんでいきましょう。今回は歌最強おすすめメダル編成4戦やっていきたいと思います。割とね、歌お願いしますっていうコメントも多かったんで、今回やっていきたいと思います。もし参考になったら幸いでございますんで、ぜひチャンネル登録、高評価のほどもよろしくお願いいたします。ということで、どうぞ。はい、大丈夫です。お願いします。ということで、今回歌のおすすめメダル編成4戦ということでやっていきたいと思うんですけども、とりあえずね、イベントウソップ3時、ジンベエの編成でやってまいりました。こちらね、クリティカルが1回発生すると、スキル1、2短縮かつ体力回復する編成になっております。で、歌は、まあ、味方さんが KO されると、クリティカル率が 300% もね、上がるということで、まあ、これでブッサ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 ね、ブッサブッサ刺しまくって、まあ、いい感じにね、スキル短縮かつ体力回復して安定した3分間耐久をね、誇っていきたい。かつシャンクさん、ボッコボコにしていきたい。というね、気持ちでやっていきたいと思います。まあ、歌、まあ、本当に結構シャンクスさんをね倒すことができるんで、まあ、日頃のシャンクスの恨みをここで果たすべく、着地狩りをさりげなくずっと狙ってたんだけど、このスキル2がめちゃくちゃに強いと。いや、てかシールドがねめちゃくちゃ強いし、スキル2で割とシャンクスさんとか倒すことができたりするんで、いや、これ二陣ケア行くか、まあ、真ん中よりか一旦二陣の方に、だよね、行きたいから、ここちょっとドフィー助けに行きたいと思います。まあ、とりあえず今これ味方さんやられてる状態でクリティカルが発生しやすいと。その状態であればスキルも、はい、短縮しやすいし、体力も回復できるし、いった、スキルにも短縮できると、いうような感じで、まあ、結構ね強い編成になっております。さあ、ここ赤い日見てくれたでかすぎ、これ当たる、うえ、強い、このスキルにマジ強い。いや、割とさ、このスキルにシャンクス本当にボコボコに倒すことができるんだよね。で、機動力もあるし、まあ、歌はマジで強いと思うということで、やっていきたいと思うんですけども、これからね、まあ、歌の、おすすめ編成とかやっていくと思うんですが、ぜひね、参考になってくれたら幸いで、まあ、これね、ちょっと、イベントメダルだから、なんともまあ言い難いんですけども、ま、も、ちょっと待って。え、待って、確実、終わり際、歌だー、オッケー、ここでしっかりと今クリティカル、オッケー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 、あー、全然、オッケー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 、全然、お気になさらないでください、全然、マークトー、フーフーマジ楽しい。これマジ強い。マジ強いよね。さ、しっかりと陰キャの夫婦をお見せしていったところで、これまた着地で決めていきたいね。おい、それはさすがにパパ。おい、舐められたもんだな。ここしっかりザクで、今これ見て、スキル1、短縮、見て、ね、あ、最後、最後当てなきゃ。今のは、まあ、クリティカルで、またスキル1が溜まっちゃうよ。これ、見て、ほら、もう溜まったんだよ、スキル1。めちゃくちゃ速くない？で、これが、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。あ、待って、間違えて回避ボタン押しちゃった。なんかいろいろちょっと待って、画面のあれが落ちちまってよ。これもう一回着地狩り狙いに行くか。なんかたまに画面タッチがさ、なんかすげえバグるときあるんだけど、気のせい。なんかすげえラグい反応みたいな。ちょっと待って、お付け。ここもシャンクスさんをしっかりと倒して、オッケー、ブーストきた。で、これちょっと待ってから、オッケー、カウンターパンチ、ドゥルー、やばくない、やばくない、もう、歌やばくない、強すぎじゃない、言うと。やばく、ちょっと、俺、気持ちよさよりも、ちょっとびっくり度の方が勝ったんだけど、今のに関しては。ちょ、今のマジ、オタカズマサぐらい言葉にできないんだけど、さっきから歌めちゃめちゃ解除されて食う。まあ、そこでスキルに溜まったんで、一気に飛ばされない、わかりりさん一気に飛ばされないように全体を見てからしっかりとぶっ刺していくというような感じで、まあ、歌ね、あ、やられてるわ、なんか。まあ、でもこういう感じでね、歌、まあ、めちゃくちゃに強いよね、ということで、まあ、このままやっていきましょうか。はい、ということで、スンメダル編成やっていきたいと思います。ドレスローザのルフィ2種とディアマンテのイベントメダルにしております。これなんでこれにしてるかと言いますと、まあ、火力上げるためにまずね、ルフィ入れてるんだけども、まあ、見てもらった通り、まあ、環境シャンクスばっかりなんだよね。まあ、パパばっかりなんだよね、本当に。で、このシャンクスさんを倒すことができるのって、まあ、割とスキル2が有効的。スキル2が結構有効的だし、まあ、歌もともと特性でクリティカル発生したらスキル1を短縮することができますので、で、ちなみにディアマンテクリティカル発生するとスキル2がね、短縮される効果になっております。まあ、ドレスローザもあるし、パラメスイマウスイみたいな感じで、まあ、割とね、組み合わせとしては、いいね、感じの感じで、まあ、歌に合ってる編成になって、うわ、どこやってんねー。割といい感じのね、相性のいい編成になっております。なんで、これのスキル2とか短縮してパパをぶっ刺していこうかなというような感じ、またあそこのパパをまずぶっ刺していくと、オッケー。これ倒し方は思うんだけどさ、この鋭利な感じで、まあまあな勢いであんな刺すとさ、割と倒し方としては結構なんか残酷な感じにはなるよね。血ダラダラだよね、割とね、割と風穴どっこいじょだよね。まあ、ここなんかはあそこのナイス私、もう一人の私。っていう感じで、まあ、すごいね、まあ、結構これは強いと思うんだよね。ということで、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ここからちょっと様子見てまたパパをねちょっと一気に倒していきたい。やばい、強いわマジで歌倒していきたいんだけれども、まあ、ここからブースト来るで本当にね環境パパばっかなんだよね。パパばっかだからそのパパを倒すことができるこの歌って割と本当重宝されるっていうかね。変待てよつけ、あそこのパパもう頑張って待て見てからしっかりとぶっ刺し、オーケー。もうパパマジでパパ狩りなんよね本当に。親父狩りなんか一級だよね、親父狩り剣って一級だよねマジで。歌ってどういうこと、終始どういうこと、まあ、っていうような感じで、まあ、日頃ねなんかこうシャンクさんにちょっとうんざりっていう方はマジ歌はねおすすめのキャラになっております。まあ、僕は逆に歌にうんざりだけどね。僕普通に他のシャンクス以外のキャラ使ってる時も歌大っ嫌いだから、その戦う面でね、戦う面で歌ま、ちょそれジャスカイ間に合っちゃう、うん、歌マジ苦手だからもう本当に歌にうんざりしちゃうんだけど、マジで強いわ。わそこしかも鳥にその刺し方はマジでトリッピーなんよ。あトリッピーじゃねえわ、鳥貴族なんよ。ここら辺は待って相手ブースト来てるから、まあ、様子見て、まあ、ここ多分当たらないぐらい、ということで羨ましいです。いやあれ当たる、あれ当たるんかな、まあまあまあ当たったもん、いや当たったくていいじゃん、だって隠れたでもわざわざ。さあここら辺は黒ひげさんにお願いするか。ちょっと旗最後取らないとヤバミッチ、竹ミッチ、あなんかさあなんかあれ終わったらしいね、東京リベンジャーズ、あね東京リベンジャーズなんか終わったらしいね、あ強っ。なんか終わり方も結構雑みたいな感じでさ話聞いてたんだけどさ、いやここちょっと旗握りたいな。まあ、言うてそこまで見てなかったからよくわかんない。うわ強いわマジでこの、東京リベンジャーズねあんま見てないんだよね。でなんか面白い、やばい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 、ちょっと危なシャンクさんありがとう、よかった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 。ここ自治も入ってからの、かあ待って、やばいやばい、ちょっと待って、あごめんごめんごめん、自分無敵だった、自分無敵だ、危な危な、今のめっちゃ危なかったわ。まあ、お願いします。ということで韓国3種でやってまいりました。まあ、結局ねこの編成が強いということでやっていきたいと思うんですけれども、まあ、韓国、まあ、スキル1の短縮があるしさ、ダメージ量も上がるしさということで、結構はそこね破棄状態でないのを掴んでくれるの割と多数かる。歌た、しっかりと歌たしてって、でここはザックザック切って、まあ、確実に削って削って、でスキル2でぶち込みしてん、あれちょっと待ってよ、ちょっと待って、これ危ない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 、待って、なんで当たらなかったんだよ今の。ちょっと待ってよ、続けてここ打った、うまっ、待って、歌うた避けれる人いるんだこのように、ちょっと待って、ちょっと待って、うるうじうるうじっていうか、うるうじうるうじってあれだったっけ、攻撃クラウド防御力アップだったっけ。あそれはさすがにカウンターミス回で一番弱いよね多分それ。ここら辺ちょっと歌うたやられるの結構きついな。あそこのシャンクスさん倒したいね、あそこのシャンクスさん倒したいわ。ここ避ける、はいでかい、であそこのパピーに配勝ぶさしてくれ。いやパピ狩りでよなマジで、マジでパピ狩りだよな。これ歌うたされるの困っちゃう。でここは待って、私も知るでほしいから一旦ウルージにパピパピしといて、パピパピじゃに歌うたしといて、ここら辺は待って、歌にたぎっちゃってる。まあ一気にやられないようにだけ気をつけつつ、もうカウンター怖いねちょっとウルージの。ザックザック、オッケーオッケー、待って捕まってる、やばい、ちょっと赤犬さん助けてほしい誠に。危ない、なんやかんや耐えた。これ待って、でもウルもカウンターないからこれ当たるわ。オッケーオッケーオッケー、強すぎ、はいしょ、いいね。でこれシールドも回復しますよと。いや歌マジで強いわ、これ危ない。これな、なんか結構今裏取り志向の人がいたような気がするんだが、一旦ちょっとやばそうなんでおります。あ来るよね、だからここはちょっと頑張って耐えていきたい。まあ、言うてスネークマンか、これスネークマンの人ってあれかな、ウルージの人かな。赤工場キャラ縛りとかやってんのかな。まあ、ここ頑張ってまず一発刺しといて、回避誘ってから歌った。今こうすればしっかりと、ルフィ海賊やめなよルフィ、ルフィ海賊やめなよルフィ、ねえルフィ海賊やめなよ。しっかりと面減らってって、ここら辺は、ブースト来たんでシャンクスさん倒してきて、あそこのシャン、お強っ、こっちも倒した、待て、待てよ、ここ待て、上からマリコ、上からマリコしてっていいよ。さあウルージさんはもうこれでほぼほぼ体力ない。まあ別に今やる必要なかったんだけどね、全く持って、待ってこっちの歌倒してどっち、あ待ってこれシールド剥がしたかな、待って、シールドかぶっちゃった、待ってここ頑張って、じゃあタッチバグ、危ない危ない危ない、これザック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 、強すぎ、ザック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 、オッケーオッケー、いや歌ちょっと倒していきたいね、これ歌倒していきたいね。避ける、あ待って危ない、危ない間違える、よくよく間違える。ここら辺は待って、どっちく、山なんか今日ボタンの押しミスすげえ多いんだけど、気のせいかな。ここら辺はちょっと耐えていきたいね。待てよ、待てよ待てよ、そうきついぞ、ちょっと待ってここきついぞ、待って頑張ってたよ、いやきついよ、やばい、待て、あでも当たってんのでかい、待て、残り10秒耐えたい、残り10秒耐えたい。ジャス入れて、あ終わった、あごめんなさい本当にごめんなさい。はいということで、なんやかんや耐えて勝ちました、ありました、はい、すいません、お願いします。これさちょっと試してやってみたかったんだけどさ、マム2種と肩くりでやってまいりました。これねタグ一致度がめちゃくちゃに多い
くて、なんか歌ってねすげえ旗握ってることが多いイメージがあるんですよね。ここだから果敢にちょっと待てよ、攻めちゃおうかなっていう、ここ果敢に攻めてゴチゴチに行って旗をそこで抜いて、まあ、4-1 の状況を作れたらでかいんじゃないのっていう、編成でやってまいりました。まあ、お相手さんはまあ見てもらった通りやっぱアタッカーが環境多いんだよね。環境アタッカー多いから、この機動力のある歌であれば、まあ、結構相手の虹をねそこで取ることもできるんじゃないかなっていうような、まあ、感じで、編成になっております。歌だオゲ強い。でここまでウソっぽく来てるけど一旦しけ倒した、強すぎ、待ってワンチャン、ワンチャンそう、これワンチャンないかな、ワンチャンないかはなかった。あでも結局あそこ味方さんアシスト来てくれて 4-1 のね作戦通りの展開作ることできましたっていうような感じ。結構強いんだよね、なんか2対1でも普通に歌って強くてさ、まあ、めっちゃ魅力的。あつえなんでこっち来たばっかなんやけど、いやっていう感じで、まあ、す待ってジャスカー引いてる、士気強いな。ここら辺はカウンターぶちこ、うわー当たってないのそれ、当たってんじゃないの本当は、本当は当たっててもいいと思う。待ってよ、こうやって裏で取り行こう。まあ、いうような感じで、歌、所定、結構旗握ることも、まあ、あるんじゃないかなということで、スピードアップ系の、まあ、超フェスマム。てか、まあ、タグがとりあえず多い。タグがとりあえず多いから、あ、赤犬さんなんで赤犬さんここにいるんだ。とりあえずね、まあ、あの、タグ、待って、赤犬さんどこ行った逆に。あれ赤犬さんどこ行った、あ、あっちか、初期当たったか。あ、びっくりした。とりあえず、まあ、タグ一致が多ければ、まあ、メダル編成としては本当に強いポイントの一つになってくるんで、まあ、マム2枚と、まあ、ダメージ量を上げてくる片栗1枚。っていう感じで、まあ、KO をしたら体力回復することもできるし、っていうような感じで、まあ、割とね、強いんじゃないかなっていうような編成で、しかも、何イベントメダルを使ってないんで、まあ、作ろうと思えば、まあ、作れると。待って、これシャン。うわぁ、そっち行くか、シャンクス。さよなら、ヤマト、ごめんな。はい、ということで、もう一発で。で、こっからね、ラスト1分ね、シールドあるからさ、旗握ってる時にさ、一回バゴーンって相手を反動させるよね。その間に旗を抜くこともできるというのが、ヤマトの強さがゆえに、超フェスマームのメダルをつけております。なんで、気持ちね、ダッシュ力をアップしてるんですけども、あ、またこれシャンクさんのお願いしようか。なんで気持ちダッシュ力もね、アップしておりますせい。ここら辺は、ヤマトの、わ、ちょっと待って、わー、なんか、やっぱなんか今日あれだな、変な感じすんだよな、ゲームのあれが、なんか、何ラグっていうか、いや、押し待ち、まあ、押しミスも多かった、じゃあ押しミスだと思うんだけど、まあ、それ以外の余裕もあると信じて、なんか今前の試合のミスをミスじゃないっていうことにしといて、ここは頑張って耐えていきたいと思います。ここは、回避見てからしっかりとブッサ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 、ちょっと待てよ。ここら辺もシャンクさんケアしてくる。これ高値花子さん、大工さん、大金の花子さん、会いたいんで、今すぐその角から飛び出してくれる、ちょっとぶち込む。それ避けれる？あれ、普通避けれる？よく分かったね、来るよって。よく来るよって分かったね。あれ、必殺奥義なんだけど、高根の花子さん大作戦。はい、お願いします。これちょっとね、わ、一番さん、BOT の可能性大。さあ、魚人島なんで、かつ、まあ、BOT がいるということは、特に裏取りにね、ちょっと警戒していこうかなと思うんですけど、これちょっとおまけでやっていきたいと思います。一応ね、ルフィ3種で、まあ、やってきてるんだけど、まあ、ルフィ3種はね、結構毎回やっているので、まあ、4戦のうちの1つには入れないとこうと思ってね、今回はやっていこうかなと思います。まあ、さすがに他のキャラでね、まあ、メダル編成あまりにもないってことであれば、まあ、ルフィ選手、ルフィ選手って言っちゃった。誰やねん。ルフィもね、ちょっと一戦入れていこうかなと思うんですけども、まあ、今回、歌はね、割となんか、そのレパートリー、あー、これ裏取りされてんな。一回ここ確実に縛っていく。まあ、歌は割となんかさ、メダルのレパートリーとしては多いからさ、いろいろちょっと試していきたいっていうことでね、今回は、ちょっといろいろ。メダル編成をね、やっていこうかなと思いますんですけども、まあ、シャンクスに対してね、結構やっぱ危ねえ。人の歌うた様に攻撃するとこだった今。あわよくば自分もそうやってちょっと短縮させくんねえかな、みたいな感じでやったんだけど、まあ、そこはさすがにこらえつつも、まあ、これからね、やっていくんだけども、まずはね、ちょっと、まあ、準備がてらね、っていう準備つか、まあ、練習がてらね、歌うたのね、ルフィ3種をやっていこうかなと思います。まあ、とりあえず歌強いよね、やっぱり環境ね。シャンクス使っててもやっぱ歌って強いと思うから。てか歌ってさ、思うんだけどさ、スキル1よりも今スキル2の方が俺すごい怖いんだよね、歌って。だからもしかしたら結構スキル2は短縮関係がね、多いんじゃないかなとは思うんですけども、見えてるよな、みちは。思うんですけども、まあもしね、参考になってくれたら幸いでございやすい。やっていきましょう。いや、おろびな、これ、今回1番さん、あれ、BOT ナミさんなんで、まあ、せっせかせっせか行くと思うんだよね。だから特に裏取りをね、ちょっと警戒してやっていこうかなとは、思うんですが、しかし、あわよくはここの着地狩りをか気持ちよく、これが楽しいのよ、これが楽しいのよね。おでんさんもなんか、ああ、なんか、たまげたみたいな格好してるんだけども、この瞬間が最高に楽しい。さあ、ここシャンクスさんもさりげなくちゃく、ごめんなさい。まあ、降りてきたら降りてきたら歌うたで、ごめんなさい、本当にごめんなさい、調子こきました。どこから耐えれるかな、スキルがないと、さすがにちょっときつめな。
ところもあるんだけれども、いや無敵あるよな。でここ避ける。で真ん中のちょっと旗の人、わーデカおでんさん、ここちょっと待って、歌うとたまるでかい。さあこれをまずいい感じにぶち当てていけば、まあ、ワンチャンシャンクスさんとかもなきにしもあらず。さあしかもスキルもジャスカイ入れてからでスキルに、あー無理か。さあ裏ヤマトです、頑張っていきましょう。これでももう一回ブーストくるね。もう一回ブースト、あやべ真ん中取られるか、あ取られたな。こっからでももう一回ブーストでなんやかいやーきついよね、ごめんね。ここどうにかこうにかでちょっと頑張ってカウンター一発ぶち込んで、ちょっと待って、俺カウンター、待って、カウンター、なん、いける、いける、待って、カウンターだって、押してるじゃん、そのカウンター押して、ぐーふふふ。ご視聴ありがとうございました。